こんばんは、有田芳生です。安倍さんが7月8日に銃撃をされてお亡くなりになって、そしてテレビはずっと、容疑者山上徹也の動機については特定の宗教団体に対する恨みだと。これは当初7月8日から9日10日も含めて奈良県警がそういう発表してたんですよね。それで、そういう報道しかなされていなかったんだけど、実はフランスのルモンドとかフィガロなどは統一教会という名前をすぐに出していて、私のところにも韓国からすぐ問い合わせが来て、統一教会か創価学会かどっちだろうかと言われるんです。それは創価学会の関連の人たちが安倍晋三さんを襲撃する理由はないんで、統一教会なのかなというふうに思っておりました。で、7月11日に統一教会の日本の、田中富広会長が記者会見をやって、山上徹也容疑者のお母さんは信仰を持ってたと、月に 1,2 回統一教会の集まりに出かけるんだということを発表いたしました。それで一挙に統一教会報道になってしまって、あれから2ヶ月半ずっと毎日統一教会についての資料なんかを読む生活がついているということなんです。で、今日皆様方にお伝えをしたいのは、テレビ新聞などで統一教会と政治の関わりが今大きく報じられているんですけれども、なぜ統一教会が政治に接近をしていくのか、そしてまた霊感商法などをなぜ統一教会が行うのか、そして信者に対する献金を山上一家のように1億円を超えるお金をどうして教団は引き出そうとするのかっていうのは一つの意図でつながってるんです。それは教団統一教会の教義を知らなければ理解できないんですよね。だけど今テレビ新聞などの報道では教義の問題に触れることはほとんどなくて、バラバラに報じられていくんだけれども、実は統一教会の問題っていうのは非常に根深いものがあるということを今日皆様にお話ができたらなというふうに思っています。統一教会の文鮮明教祖は、1920年に今でいう北朝鮮、朝鮮半島の北部の鄭州というところに生まれました。1920年のことでした。そして、1946年、つまり文鮮明という人が26歳の時に北朝鮮北部にあった土着の宗教、いくつもあったんですけれども、その中の婚姻教という、婚姻というのは交わる、因する教え、婚姻教という土着の宗教で勉強をして、つまり簡単に言うと、自分はメシアなんだと、現在がないんだと。で、その現在がない自分と女性が関係を持つことで、その女性の現在も拭われるという教えなんですよね。それで1946年に人妻と男女関係になって、それで当時の朝鮮の共産党に逮捕されて、フンナムという刑務所に入るんです。で、ところがご承知のように1950年から朝鮮戦争が始まりまして、その混乱の中で、逃げ出して韓国に、今でいう韓国に移って、それで1954年に統一教会を成立させるんです。統一教会っていうのは正式名称は世界キリスト教神霊統一教会という名前で、略称は統一教会。正式名称は今言いましたの世界キリスト教統一神霊教会、教会はアソシエーションなんで協力の教だけど、略称としたら統一教会、チャーチなんですよね。だから先に言っておきますと、
当時の社会党、共産党、あるいは今のキリスト教関係者などは、あんなのは宗教じゃないんだから、正式名称に世界キリスト教統一神霊協会アソシエーション、協力の協だから、略称として統一アソシエーションの協力の協会と表記今でもしてるんですけれども、私たちというか、朝日新聞や朝日ジャーナルで私などが仕事をやってる時には、まあ統一教会が略称統一教会チャーチと名乗ってる以上、まあ、そこはあんまりこだわらなくていいんじゃないのということで、今回の本も統一教会チャーチということにしてる。で、1954年に韓国で統一教会というものが成立をして、そして日本にはですね、1958年にチェさんという信仰を持った男性が密航をしてきて、そして日本に来て布教活動をやるんですけれども、1959年に入管から外に出ることができて、日本では1959年に統一教会が成立をして、1964年に東京都の認証を得て、正式に宗教法人世界キリスト教統一神霊協会ができるという、そういう歴史なんですね。で、先に言っておきますと、日本では東京都の認証を得た統一教会なんですけれども、韓国ではですね、宗教団体としての世界キリスト教統一神霊協会は今でもあるし、かつてもあるんだけれども、正式にはですね、世界キリスト教統一神霊協会財団なんです。財団なんです、韓国においては。そして、その統一教会の教えっていうのは、アダムとエヴァ、イブですよね。統一教会の場合、アダムとエヴァっていう言い方をするんですけれども、アダムとエヴァが、まあ、つまり人類が始まる時から、エヴァが禁断の木の実を食べて、そこから堕落をしたという教えなんです。つまり禁断の木の実は実は蛇だったっていう独特の解釈をして、エヴァは人類の初めからアダムと結ばれる前に蛇と男女の関係を持って、そこから堕落をしているという教えなんです。独特の教えなんです、統一教会は。そしてアダムとエヴァの人類が始まったところから堕落をしているから、その堕落を取り除くためには何が必要かっていうと、文鮮明という再臨のメシアと結ばれること、そして再臨のメシアである文鮮明が選んだ相手と合同結婚式、祝福というんですけれども、そこで結ばれることが、罪が償われていくという、まあ、そう簡単に言うとそういう教えなんです。で、そういう表側では宗教の顔をした統一教会が日本にやってくる。で、一方でですね、政治との関係で言えば、1967年に文鮮明教祖が韓国から日本にやってくるんです。そして山梨県の本栖湖というところに、笹川良一さん、永久戦犯容疑者の笹川良一さんが船舶振興協会、モーターボート協会ですよね、それの研修所を持っていて、韓国から来た文鮮明さん、そして永久戦犯容疑者である笹川良一さん、そして同じく永久戦犯容疑者である小玉義雄さんの代理である右翼の白井為夫さん、そして大阪にいた右翼の大物である畑時雄さんなどと、アジア反共連盟結成準備会っていうのをその本栖湖畔で開くんですよね。で、意見の違いがあって、アジア反共連盟はできませんでしたけれども、その本栖湖会談をきっかけにして、当時韓国ではパク・チョンヒ政権、軍事独裁政権でしたから、勝共統一、勝共南北統一というのをパク・チョンヒ政権が打ち出していて、まあ、その勝共というものを使って文鮮明教祖は
1968年の3月に韓国で国際勝共連合を作り、でさらに4月には日本で国際勝共連合を作って、その初代の名誉会長に笹川良一さんが就任する。で初代の国際勝共連合の会長は久保木おさみさんといって、日本の統一教会の初代会長なんですけど、同時に国際勝共連合の初代会長になる。で元々は立正法制会の庭野日系さん会長の秘書をやってた人なんですよね。でその久保木おさみさんが統一教会に入って、そして国際勝共連合の会長にもなって、1968年に国際勝共連合ができる。そのできた時の一人の名誉役員がやはり永久戦犯容疑者の岸信介さんだった。そこから政治と統一教会の接点ができていったんです。で畑時雄さんという右翼の方に私は話を聞きましたところ、日本に統一教会が入ってきて、国際合同結婚式という、韓国で言えば異端の宗教が入ってきて、政治家たちに接近をしていけば、怪しまれたらだろうけれども、勝共共産主義に勝つ、反共よりも強い共産主義に勝つということで政治家との接点を持って入ってきたことによって、日本の政治家たちはその大きな関係を持ち始めたんだというのが畑時雄さんの分析判断だったんですが、でこれ合同結婚式というのはご承知のように、例えば1992年に桜田淳子さんや山崎裕子さんが入った合同結婚式の時は、一般の信者の女性たちもそうなんだけれども、統一教会の中で熱心に活動をやって、当時は3年半ぐらい教団の仕事をやって、合同結婚式に出る資格ができた人たちが写真撮るんですよね。女性たちが ほぼ女性なんだけど、でその写真が韓国に送られて、文鮮明教祖が、その写真を手にして、そして韓国で合同結婚式に参加をしたいっていう人たちの写真がずっと貼ってあって、で文鮮明教祖はその自分で手にした日本の女性信者たちの写真と韓国で結婚したいという男性たちのマッチングをしていった結婚式なんです。これは1992年もそうですし、1995年の結婚式のもっとひどいんだけれども、韓国の男性たちというのは農村の嫁不足が社会問題になっていて、統一教会とも言わずに合同結婚式に参加したら日本から来る、少なくとも短大を出た真面目な女性たちが結婚してくれるんだよという形で、人を集めて、そして日本の人たちは韓国の文鮮明教祖ですから、彼女たちが理解している誠のお父様、再臨のメシアですから、その誠のお父様である文鮮明教祖がいる韓国に行って、そこに嫁ぐことがものすごく意味のあることだと。しかし国際勝共連合という政治の顔で見てしまうと、反共産主義、勝共、共産主義に勝つという非常に激しいイデオロギーで、1968年に国際勝共連合ができるんだけど、70年安保を目指して、当時は冷戦の下で、左右の対立というのが非常に激しい時ですから、特に自民党の皆さんにとっては自分たちの応援をしてくれる、選挙になれば相手陣営をもう物理的に暴力的に、戦ってくれる国際勝共連合というのは非常に大事だというふうに関係ができていったのが1960年代後半からのことなんですよね。でそれが表の顔としての宗教団体、そして裏の顔としての、あるいは政治の部分で言えば表の顔としての国際勝共連合だけど、やってるのは同じ信者たちですからイコールなんですよ。国際勝共連合イコール統一教会の関係が、昔も今もあるんですけれども、そういうきっかけができていって、特に
岸信介さんが60年安保の時は非常に大変な政治状況が生まれたんだけれども、当時渋谷区の南平台に首相公邸があったんだけれども、たまたまですけれどもその横に全国高校原理研究会の研修所ができたんですよね。だから岸信介さんからすれば、なんか日曜日になると賛美歌歌ってラジオ体操をやってるような若い人たちがすぐ隣にいるっていうことで、あれは何だろうと思ってた時に、A級戦犯容疑者である巣鴨刑務所で一緒だった笹川良一さんが、あの若者たちは本当に愛国者で日本のことを考えてるんだということを教えられて、それで隣同士ですから声を交わすようになって、そしてあ、これが統一教会かということで、期待をするようになったのが1960年代半ば以降のことなんです。そして1964年に岸信介さんが住んでいたその渋谷区南平台の首相公邸に統一教会が引っ越しをして、そしてそこを本部にするんですね。それが1964年のことなんですよ。でさらに、今もある、今名称変更して世界平和統一家庭連合なんですけれども、統一教会が渋谷区の小島に本部を移して、そうすると親しくしていた岸信介さんが1973年に統一教会の本部に行って、日本の未来と青年の使命みたいな講演をするという、そういう関係ができていったんです。それが1973年、そして1973年にはやはり韓国にある統一教会の本部に岸信介さんが行って文鮮明教祖と握手をするというようなこと、であるいは、1974年には帝国ホテルで希望の非晩餐会というものが行われて、そこには約1700人の人が集まって、文鮮明教祖夫妻、ハン・ハッチャさんというのが奥さん、17歳の時に結婚、40歳の文鮮明と17歳のハン・ハッチャさんが結婚をするんですけれども、3人目の奥さんでした。それで1974年の5月に希望の非晩餐会っていうのが帝国ホテルで行われて、そこで、衆議院参議院41人が集まって、安倍晋太郎さんもそこにはおりましたけれども、福田赳夫当時大蔵大臣がスピーチをやって、東洋に救世主を現る、その名は文鮮明というような大げさな、大々的に評価をするというのが1974年なんですよ。で余談ですけれども、福田赳夫さんがなんでそんなに続婚になったかというと、統一教会の初代会長の久保恭三さん、で国際勝共連合の初代会長の久保恭三さんの奥様が、そのお父さんが東京大学の出身者で、福田赳夫さんと同級生だったんです。でその関係で親しい関係ができていって、希望の日晩餐会にも福田赳夫さんが出てきてくれるという関係になった。そして岸信介さん、そしてその娘婿である安倍晋太郎さんのつながりで統一教会が親しくなっていく。だ政治との関係で言えば、特に1986年、中曽根内閣の時に衆議院と参議院のダブル選挙があったんです。自民党が大きく勝ったんで、でその時から特に統一教会と政治との関係が深まっていって、この1986年の衆参ダブル選挙をきっかけにして、統一教会の信者たちが国会議員の公設秘書、私設秘書として入っていったんです。で86年の8月なんだけれども、京都市の右京区にある佐賀亭という旅館がありました。瀬戸内寂聴さんが暮らしていたすぐ近くなんだけれども、その佐賀亭という元旅館で、統一教会の信者たち女性91人が集まりました。でその前の7月に全国の統一教会の支持が出て、チャームコンテストをやる、
チャーミングポイントですよね。魅力的な女性を選ぶんだっていうようなことで、全国の統一教会組織でチャームコンテストをやるっていうことで、何人かの女性たちが選ばれていて、最終的に全国で91人の女性たちが、1986年の8月に、京都市右京区の坂亭というところに集められた。で、2階には大広間があるんですけれども、そこに集まられた彼女たちは、統一教会の教え、原理公論というものを教えられつつ、今日皆さんに来てもらったのは、文鮮明教祖を社会に明かししなければいけない、社会にもっと広めてい、いかなければならないということで、今日来てもらったのは、皆さんは、国会議員の秘書になってもらうための講座を開くということがその場で教えられたんですよね。それは1986年の8月のことで、そして2週間ぐらいはずっと統一教会の教えを徹底して教えられて、でさらに勝共カンパというと、共産主義に勝つためのカンパを路上でカンパ活動をやって、そしてさらに兵庫県の統一教会の研修施設で、秘書になるための お茶の出し方から、名刺の手渡し方から、スピーチの仕方から、そういうものが徹底して教えられていったのが1986年なんです。そして、最終的には坂亭という旅館、元旅館に集まって、最後は神戸市のホテルに集められて、フランス料理のフルコースを食べることによって、マナー講座というのをやって、そして、最後に一人一人の91人の女性信者たちがペンダントをもらって、でペンダントはファーストレディ一期生、 F レディって書いてあったんだけど、 F レディ一期生、 F っていうのはファーストレディ一期生で、ペンダントには文鮮明夫妻の写真が入っていた。でそうやって全国に散らばっていって、彼女たちは国会議員の公設秘書、施設秘書に入っていったのが1986年からなんですよね。でそういう形で政治との関係を深めていったの。なぜかっていうと、実は文鮮明教祖はアメリカでも活動していて、1970年代、80年代、何度もアメリカで、アメリカにもして家があったんだけれども、イーストガーデンというところに暮らしていたんだけれども、アメリカで脱税をやって逮捕されるんですよね、1981年に。そして1年6ヶ月の懲役判決を受けて、ダンベリーというアメリカの刑務所に入れられるんです。でだけど日本ではですね、初めに統一教会が日本に入ってきた時には、信者たちっていうのはみんなリヤカーが引いて、この近くでもそうですけれども、廃品回収やってたんですよ。非常に質素な教団だったんです。まあ異端宗教で合同結婚式なんだけれども、資金集めとしては熱心にリヤカーを引いて、廃品回収をやってた。須田町にあったんですね、事務所なんかがね。それから高田馬場にも事務所なんかがあったんですけれども、でそういう段階からだんだん広がっていくにつれて、資金を集めなければいけないっていうんで、ハンカチ売り3枚1000円、それから靴下売り3足1000円、そして珍味売り3000円ぐらい、昆布とかね、そういうのを一生懸命やってる人たちだったんです。ノルマが与えられて1日3万円ぐらい売り上げを上げなさいと。で人たちは真面目な人たちですから、マイクロタイっていう車を改造して、車の中に6人7人が入って、いろんなところを走って、朝の4時半ぐらいに起きて公園で顔を洗って、お祈りをして、そしてノルマを達成するために、7時8時からずっと行動するんですよね。珍味売りとかハンカチとか、靴下を売って資金を集めている。だけどそんなにお金にならないんだけれども、1975年に文鮮明教祖が日本の組織に対して送金命令、お金を送りなさいっていうことを言い出して、それで珍味売りとかハンカチなんかじゃもう全然韓国に送るお金にはならないんで、
そこで見出したのが霊感商法だったんですよね。でこれもよくできていて、さっきも言いましたけど、統一教会っていうのは韓国では財団だって言いましたけれども、一羽の高麗人参茶あるいはメッコール、まあ、超ヨンピルなんか宣伝しておりましたけれども、一羽っていう会社があったり、新石材っていう会社があったり、まあ、世界日報も1980年代にできますけれども、いろんな会社、重宝店も持ってたんですよね。重宝店は日本だけども、ライフルなんかも作っていて、で武器なんかは韓国の軍隊に納入しているような、そういういろんな会社企業体を持っていたんです。でその維新石材で作っていた壺とか多宝塔を日本に輸入をして、そして日本の信者たちが先祖崇拝の信仰が日本では深く昔からありますから、そういう家系図とかを使って霊感商法をやるっていうのが、1975年に文鮮明教祖が送金命令を送ってきたことによって、霊感商法というのが広がっていった。だけど1980年代になって、先ほど言いましたように文鮮明教祖がアメリカで逮捕されて獄中に入ってしまったんで、その文鮮明教祖に葉っぱをかけてもらって信者が結束をして、さらに経済活動っていうのを強めていかなければいけないということで、それで政治家を動かそうということになったんです。1980年代はつまりアメリカで1年6ヶ月の実刑判決で1年1ヶ月で、社会復帰するんですけれども、日本の入国管理法の規定に基づくと、アメリカで、実刑判決を受けた人物っていうのは日本に入ってくることができないんですよね。だからそれでは日本の信者たちを励ますことにはならないということで、それでいろんなことを考えて何を行ったかというと、1991年の12月に文鮮明教祖は韓国政府も知らないうちに北朝鮮に入っていった。香港から北京に移動して、そして専用機で、平壌に入って、そして12月1992年の12月の6日でしたか、キム・イルソン主席と会談を行って、そして、共同声明を発表して、将来の南北統一、そして経済協力をするというようなことで、新しい驚くような反響を掲げていた文鮮明教祖が、キム・イルソン主席と会談をするという、世界中は驚いたんだけれども、それを利用したんですね。そして1992年になって、1991年の12月6日にキム・イルソン主席との会談をやって、そして韓国に戻るんだけれども、韓国では勝手に北朝鮮に入ったってことで政治問題になるんだけれども、まあ、結果的にお咎めなしで、文鮮明教祖たちは韓国に戻ってくる。そして日本でですね、1992年になって北東アジアの平和を考える国会議員の会っていうのが発起人6人で作られるんです。岡山の加藤武則さんという参議院議員を責任者にして6人、で発起人で言えば30人ぐらいの国会議員が名前を連ねて、北朝鮮のことってのは分からない、本当にキム・イルソン主席が何考えてるかを知るために文鮮明教祖に日本に入ってきてもらおうっていう動きを北東アジアの平和を考える国会議員の会が言い出すんです。そして事務所は当時は千代田区の平川町で、その平川町のあるビルの一室に北東アジアの平和を考える国会議員の会が入るんだけれども、そこは統一教会が1979年以降続けてきたスパイ防止法制定促進会議の事務所だった。でそこの電話も調べてみたら統一教会の信者の名義になっているというような、そして、そういう動きをすることによって法務省、それから法務大臣に働きかけて、最終的には金丸信当時の自民党副総裁が法務大臣法務省に掛け合って、
そして文鮮明教祖が92年の3月6日に日本に入ってくるんです。そして北東アジアの平和を考える国会議員の会とはちょっとだけ、話をして、実際には中曽根康弘元首相、それから金丸信さんと会談をして、そして日本に入ってくる時の約束を破って、信者たちには話をしないという約束を破って、東京、名古屋、大阪で信者たちを集めて、皆さん頑張りなさいというようなことをやって、日本を出ていくんですよね。でその時からですね、もっと大きな政治的な力を作るために、安倍晋太郎さんを総理にしようという動きが始まって、岸信介、元総理大臣、その娘婿である安倍晋太郎外務大臣、あるいは幹事長をやった存在、これを統一教会として育てるために、統一教会は全面的に力を注いで、安倍晋太郎総理を実現しようとする。だけど残念ながら彼らにとっては、中曽根裁定ということで竹下登さんが総理になって、安倍晋太郎さんは、まあ、いずれというか後にお亡くなりになっていくんだけれども、しかし亡くなる前からその秘書をやっていた安倍晋三さんとの関係で、統一教会と安倍晋三さん、安倍晋太郎さんが親しかった。特に久保木治美、統一教会会長、国際勝共連合会長と安倍晋太郎さんというのは兄弟のようにものすごく親しい関係にあって、その関係というのは安倍晋三さんも横で見てたんですよね。だからそういう関係で、岸信介、安倍晋太郎、安倍晋三という形で統一教会との関係がずっと連なっていくということなんです。でそれが1980年代半ばから90年代にかけてのことになっていくんです。で私は安倍さんが幹事長の時にご本人に統一教会が接近してくるでしょって聞いたことがあったんだけれども、いやよく来るよ、よく来ますよと。でその時にお会いになるんですかって僕が聞いたところ、いや会わないようにしてるって幹事長の時は言ってたんですよね。でそれはなぜ会わなかったかっていうと、この1970年代半ばから80年代半ばをピークにしてずっと霊感商法というのが行われてきて、統一教会ってのは霊感商法をやってる非常に反社会的な団体だという理解が広がっていたんで、あの時は安倍さんだけではなく多くの自民党の議員が統一教会との接点を持たなかった時期があるんですよね。だけど私は今回の問題が出て言っているんですけど、空白の30年、1992年に合同結婚式があって、1993年の4月に山崎浩子さんが脱会をされて、そして、それで統一教会報道っていうのは収束していったんですよね。そして1995年になれば、皆さんご承知のように3月20日に地下鉄サリン事件が起きて、世界的に大問題になる。でそれ以降ですね、カルト、熱狂集団というとオウム真理教になってしまって、統一教会というのはもうみんな報道しなくなったんですよ、1992年93年以降は。そして30年間の空白ができてしまった。でその間に統一教会は着々と国会議員、地方の議会、そして一般の方々に接近をして霊感商法で、信者たちには過剰な献金を求めるという動きが統一教会ノーマークのまま30年間で浸透していって、まあ、今回安倍晋三さんが銃撃をされて亡くなるということで、一気に表に出てきたっていうのが今なんですよね。で安倍晋三さんが統一教会とどのぐらいの関係があったのかっていうのは、私は安倍さんとものすごく親しかった大臣も経験した人にこの8月に聞いたんだけれども、安倍さんと統一教会の関係っていうのはずっとつながってたと。一時のトラブル以外は続いてた。一時のトラブルっていうのが霊感商法を起こしてた時であり、あるいは2009年に統一教会の信者たちがやってた印鑑販売会社新生という新しい世の中という、
これは社長も営業部長も社員たちもみんな統一教会の信者で、7人が警視庁公安部に逮捕されたんですよね。で裁判になって、刑事裁判になって、会社は800万円の罰金で、社長は300万円の罰金プラス懲役刑、執行猶予はつきましたけれども、で営業部長も懲役刑がつく。そして今テレビで今日もやってましたけれども、統一教会は当時の徳野英二会長が辞任をして、それ以降コンプライアンス宣言を行ったっていう歴史になるんだけれども、その統一教会の信者たちが警視庁公安部に逮捕されるっていうのは2009年にあったんですよね。でそういう動きが2010年まで、これは民主党政権の時ですけれども、警視庁の動きっていうのは続いていたっていうのが、統一教会と警察政治との関わりなんだけれども、それがこの30年間ほとんど報じられてこなかった。テレビのニュースも一般の新聞のニュースも全く報じなかったんですよ。だからその影響がやはりこの30年間統一教会をノーマークのままにしてしまった大きな原因だというふうに思うんです。で私はオウム事件の時、朝から夜までテレビに出たりしていたんだけれども、あの時警察庁の最高幹部と警視庁の幹部と面識ができて情報交換をずっとやってた。で1995年オウム事件の秋にはもう麻原彰晃たちが逮捕されて、裁判に移っていったんですね。1995年の秋以降はもうあとは裁判ということになってきた。その時に警察庁警視庁の幹部に呼ばれて、有田さん、統一教会についてレクチャーしてくれ、条件が一つだけある。その有田さんのレクチャーを聞きに来る人たちが誰かっていうことを聞かないでくれって言うんですね。その条件の下で麹町にある狭い会議室で、30人ぐらいいたでしょうか、目の鋭い人たちが集まっていて、そこで統一教会の歴史、そして霊感商法の実態、その原因っていうのを忘れないうちに言っとくと、統一教会の原理公論、統一原理の教えの中に万物復帰の教えっていうのがあるんですよね。万物復帰の教え、よろずのものを復帰する教え、これはこの世の中にある全ての財産っていうのはもともとは神のものなんだ。でもともと神のものをもう一度神様に返さなければいけない。それを実現するために再臨のメシアである文鮮明さんを通じて神に返す。だから霊感商法をやることも、そして信者たちが献金をすることも、それは神に万物を戻す意味があるんだから、どうしても必要なことであって、お金を出す人にとっても大事なことなんだという、統一教会の万物復帰の教えに基づいて今も信者たちのお金を献金させてるっていう関係なんですけれども、そしてそういうことをやることによって地上に天国を作る、地上天国を作るっていう。だから日韓トンネルっていうのを聞いたことをおありの方もいらっしゃるでしょうけれども、地上天国を作るために日韓トンネルを作っていく、佐賀県の唐津から掘っていってですね、壱岐対馬、そして朝鮮半島につながって国際ハイウェイを作って、そして人間が1日で世界中を移動することができるような、これが地上天国だっていうことで日韓トンネル研究会みたいなのが作られるわけなんですね。でそれもだけどお金お金お金で、日韓トンネル掘るのに1ミリ5万円献金しなさいっていうようなことが言われて、1ミリですよ。で僕30年ぐらい前に日韓トンネル入った時は210メートルぐらい掘ったところでも止まってたんだけど、先々月福岡行って関係者に聞いてきたら今540メートルぐらいまで、だから30年間に300メートルぐらい掘ってるんだけれども、地上天国なんかもできないんだけれども、そうやって信者たちを鼓舞する地上天国を作る、そのために万物復帰をするという教えがあって、でそういう教えに基づいて信者たちは動いてるんですけれども、でその元で霊感商法などが行われて、
これはオウム真理教に次いで問題があるというふうに警察庁警視庁は判断したんですよね。そしてその目の鋭い人たちにレクチャーをした後に警察庁の幹部警視庁の幹部に今日の集まり何なんですかって聞いたら、いやオウムはもう型がつきそうだから次は統一教会を摘発する準備をしてるって言ったんですよ。でそれはどういうことでやるんですかって言ったら2つ言いました、かなりの情報源ができた、だから統一教会の最高幹部の中に警察につながる人ができたっていうことなんでしょうね。それと同時に経済問題から入っていくということを言った。で後で分かるんだけれども、統一教会が、韓国にもお金を出すんだけれども北朝鮮にも送金してるんですよ今も。だからそれはやはり外為法違反とかそういった問題として摘発はできるということで、日本の統一教会信者が香港に行って香港の銀行から北朝鮮の銀行にお金を動かしてたんですよ。だそして摘発をするということが言われていた。だけど何の動きもないから10年経って2005年に池袋で警視庁の幹部さんたち2人と飲んだ時に何もなかったんじゃないですかって言ったら、その時一言、政治の力なんだよ、政治が圧力をかけてできなかった。そしてもう少し調べてみると、オウムのような事件が出てこなかったからっていう言い方をしたんですよね。オウムのような事件で、これはですね、実は1987年の5月3日朝日新聞の阪神支局、西宮にある朝日新聞阪神支局を夜8時15分ぐらい、目出し帽で散弾銃を持った男が無言で、散弾銃を朝日新聞阪神支局の2階に上がって、ぶっ放した。そして当時29歳の小尻智弘記者が殺されたんですね。一緒にすき焼きを食べていた犬飼兵衛記者は、当時みんな新聞記者は鉛筆で原稿を書いてましたから、その新聞記者の命である、指を吹っ飛ばされて、それが赤包帯事件、さらには朝日新聞名古屋本社の新出来寮っていう寮に散弾銃を持った男が入ってぶっ放して怪我人はいませんでした。さらには朝日新聞の静岡支局に爆弾を仕掛けて、爆弾は破裂しなかったんだけれども、そういう一連の赤包帯事件があって、最後は中曽根元首相、竹下元首相への脅迫状みたいなものが出して、一体これは何だと、殺人事件ですから、で警視庁は捜査に入るんですよね。でその時反日朝日は許さないっていうような脅迫状をから判断すると、これは新右翼の可能性があるという捜査があったと同時に、1987年の5月3日っていうのは、実は1986年の12月から私も関わって朝日ジャーナルで霊感商法批判キャンペーンが続き始めたんですね。10回キャンペーンで統一教会霊感商法を批判して、そして1987年の2月には全国で300人を超す弁護士たちが霊感商法被害弁連というものを作って、そして統一教会の信者たちの霊感商法っていうのはやりにくくなったのが1987年の初めから2月3月にかけてなんだけど、その直後に赤包帯事件があって殺人が行われたということで、動機からすると統一教会の可能性もあるということで、警視庁は新右翼と同時に統一教会関連の人物たちを捜査を始めたんです。で実際に統一教会重点対策一覧表っていうのは僕は持ってるんだけれども、統一教会の信者たちの名前のリストなんですよね。で名前があって、本籍現住所、そして、写真を入手してるかどうか、散弾銃持ってるかどうか、空気銃持ってるかどうか、そしてその中に何とも表現として出てくるんだけれども、商業連合法、非合法軍事組織というようなものも警視庁の捜査資料として残ってるんですよ。
そしてさっきも言いましたけども、もう韓国ではいろんなものを製造しておりますけれども、英和賛美、鋭い平和の和賛美という空気銃なんかも韓国で作っていて、先ほども言いましたけれども、軍隊にも武器なんかを納入していて、実は、日本にも1970年代以降全国に銃砲店構えてた統一教会、今もありますよ、池袋、渋谷などには。70年代には全国各地に銃砲店持ってた、で銃を撃つ訓練なんかもやってた。だからそういう組織なんですよ。宗教と顔としての統一教会、政治の顔としての国際勝共連合だけではなくて、もっと幅広いものを統一教会というものは作り上げてきて、これは1978年にアメリカの下院のフレーザー委員会というところが韓米関係の調査、韓国とアメリカの関係の調査という報告書を出す。でなぜそんなものを作ったかというと、1970年代に文鮮明教祖たちがアメリカに進出をして、信者たちと一緒にアメリカの下院議員、上院議員たちを工作し始めるんですよね。文鮮明の演説で言えば、先生は、つまり文鮮明は、アメリカの政治を動かしていくために上院議員1人にあたって3人の女性を与えなければいけないということで秘書なんかに入っていくんです。で買収なんかを行うんですよね。でそうするとアメリカにとっては、韓国の宗教団体がアメリカに来て上院議員、下院議員を工作していると、これは何のためだということで、先ほど言いましたようにアメリカ下院のフレーザー委員会、小委員会ができて、ウォーターゲート事件に近いようなコリアゲート事件の真相なんかを分析していく中で、統一教会とは何か、それを分析していくと、統一教会ができた時には韓国の KCIA、 キム・ジョンピルさんがやっている時に関わりができて、韓国に統一教会ができたという分析がなされると同時に、統一教会っていうのは製造業、金融業、それから政治と関わるという意味においては多国籍企業以上の存在であると同時に、信者たちに対する結束力ということでは準軍事組織的な意味合いがあるという分析をして、具体的にはフィリピンの反政府ゲリラ、南米のゲリラともつながりを持っているという、まあ日本でも1970年代に世界反共の連盟ワクルという、そういう集会も武道館を借りてやってるんだけれども、要するにゲリラ、そういうものともつながっているのが統一教会だという分析がフレーザー委員会で行われたことなんですよね。だからそれが統一教会の全体の像なんです。宗教の顔と同時に政治団体としての国際勝共連合としての顔、あるいは今でも広がっていますけれども、世界平和教授アカデミーであるとか、世界言論人会議であるとか、世界平和連合であるとか、世界平和女性連合であるとか、いろんなところにこう手を伸ばしていって、そこから信者を養成をして、そして、お金のある人について言えばお金を出させるというようなことなんだけれども、同時に繰り返しますけれども、そういう警視庁の捜査の対象になるような非合法軍事組織に属している人たちがいたというようなことを含めて、警視庁の先ほどのことで言えば、オウムのような事件がなかったからねっていうことになってくる。で最後に突拍子もないことをお伝えしますけれども、国葬と統一教会の関係あるんですよ。で何かというと、統一教会の信仰の教えから言うと、我々は一人一人肉体があるんだけども、同時に霊人体ってのがある。霊魂の霊、人、体、霊人体。だから我々はこの世の中でみんな亡くなっていくんだけど、安倍晋三さんも銃撃されて亡くなったんだけれども、安倍さんは霊界で光り輝いてるんです。統一教会の教えでいうと、彼らが評価する日本の政治をやってきたし、統一教会とも親しかった安倍晋三さんは今霊界で光り輝いてる。そしてまた
27日に国葬をやればさらに光り輝く存在になるという教えだから、今宗教弾圧で非常に厳しいような状況にあるけれども、信者の皆さん一緒になってこれから頑張っていきましょう、結束していきましょうっていう、そういう教えなんだ。最後の最後に言っておきますと、山上徹也容疑者の家族っていうのは、お母さんが1億円以上の献金をして家族がバラバラになって家庭破壊になって、それが動機になって事件が起きたんだけれども、普通あのお母さん、息子がそんな事件を起こしたら統一教会脱会すると思いませんか？普通は。そうじゃないんです。お母さんは自分の信仰が弱かったからああいう事件が起きてしまったんだという理解なんですよ。そして今奈良から大阪に移って、大阪で毎日毎日何やってるかというと、文鮮明教祖の教えを勉強してるんです。そういうとこなんですよ。そういう教えなんです。だからその教えに遡って、統一教会という組織、信者たちを見ていかないと、なかなかあのウォーリーを探せ的な、どこそこにいたぞ、どこそこで演説してたぞっていうようなレベルだけではなくて、もっと深い人間の心の中に入っていくような問題をはらんでるということを知っていただきたいと思います。あの宗教法人を解散せよと、テレビでもそれから国会でもおそらく臨時国会で、議論になるでしょう。だけど仮に宗教法人、格がなくなっても統一教会は残るんですよ。統一教会は団体として、で団体として残って、さっきも言いましたように、教義の中の万物復帰の教えというものがある限りは経済活動をやるんです、これからも。だからそれをどう解決していくかっていう本質的なところに議論がいかないと、ただ宗教法人を核剥奪しないのはけしからん、文化庁なんだっていうのは、これは議論しなきゃいけないんだけれども、統一教会ってのは普通の宗教じゃないんです。だからそこにまで遡って、これから日本社会はこの団体をどう扱っていくのかっていうのが非常に大事なこと。今回の統一教会の問題から教訓を引き出して、皆さんと共に、あ、こんなことが残ったねっていうようなものを作ることで、まあ、日本社会を少しでも良くなる方向にしていかなければいけないというふうに思っております。とりあえずの話終わらせていただきます。ありがとうございます。